マニキョウの聖職者所蔵白小族に工房紙をかぶったマニキョウ聖職者が掛け布を引いたテーブルに座り写教をしている場面背景には花が咲きマニキョウとが生産に用いたブドウの実がなる西アジア起源の宗教では三本の木は生命の象徴で結落部にはもともと三本の木が描かれていたと推測される中央の色紙形は後期ソグド文字 裏にも、絵、教典が記され、マニ教関係書籍の扉ページ、または最終ページと見られるマニ教は、サーサーアン・アサペル社のマニを回祖とする二元論的な宗教。ゾロアスター教、キリスト教、仏教などの流れを組み、教典宗教の特徴を持つ。かつては、北、アフリカイベリア半島から中国にかけて、ユーラシア大陸一帯で広く信仰された。 世界宗教であった。マニ教は過去に交流したものの現在ではほとんど信者のいない、消滅したとされてきたが、今日でも中華人民共和国の復権省泉州市においてマニ教寺院が現存。マニ教は寛容な諸教根拠の立場を表明しており、その宗教形式はローマ帝国やアジア各地への伝道により、広範囲に広まった。マニ教の教団は伝道先で、 キリスト教や仏教を名乗ることで巧みに共戦を伸ばした。これについては、マニの生まれ育ったバビロニアのヘレニズム的環境も大きく影響している。この地では多様な民族、言語、慣習、文化が共存し、他者の思想、信条や慣習には極力立ち入らない環境で、そうした折衷主義は格別珍しいことではなかった。そして、古代オリエントの住民は、 各自のアイデンティティを保つため、特定の宗教、慣習、文化に執着する傾向も薄かったと考えられる。マニ教は、ゾロアスター教を母体に、ユダヤ教の預言者の概念を取り入れ、ザラス・シトラ、釈迦、イエスを預言者の後継と解釈。マニ自身も自らを、天使から啓示を受けた最後の預言者と位置づけた。その他に、グノーシス主義の影響を受けた。 ゾロアスター教の影響から善悪に言論をとったが、協楽的なイラン文化と一線を隠す仏教的な禁欲主義が特徴である。キリスト教、ユダヤ教かつての研究者は、イラン神話、メソポタミア神話、ゾロアスター教、ズルワーン教、マンダ教など、東方の宗教にマニ教の起源が求めていた。しかし、資料の発見によって、マニ自身がユダヤ教、 キリスト教に由来するエルカサイ教団出身であることがわかり、その思想的起源はセム的一神教にあったことが判明した。そのため、それ以外の宗教は、創年期以降に獲得したものであったとされる。グノーシス主義マニ教をグノーシス主義の一派とする見方がある。マニ教の精神、物質に言論は、グノーシス主義と一致している。近年では、 マニ教資料が大部分のグノーシス主義思想家を非難していることや、宇宙の存在に積極的な意義を認めていることから、グノーシス主義と一線を画しているとする向きもある。ミスラ教ミスラ教は、ミスラ神を崇拝した宗教を。パルティアで盛んに信仰されたと思われる、マニ教神話では、本来太陽神であるミスラが、戦闘神、創造神として、お古松ドをしのぐ活躍しており、 ミスラ教の影響が伺える。パルティア人の血を引き、パルティア時代末期に生まれたマニにとって、ミスラの存在は大きかったと思われる。ゾロアスター教サーサーンアサの国教。マニ教は、ゾロアスター教の影響から善悪に言論を取ったが、強弱的なイラン文化と一線を画していると言われる。しかし、マニ教神話に登場するオフルマズドはほとんど活躍せず、 現代に伝わる二元論的ゾロアスター教とは一線を隠す。近年では二元論的ゾロアスター教が成立したのは5から6世紀頃であり、逆に二元論的ゾロアスター教がマニ教から影響を受けたとする説もある。その場合、マニ教に影響を与えたのは、ゾロアスター教の滅びた文化、ズルワーン教となる。ズルワーン教ズルワーン教は時間の神。 ズルワーンを崇拝する宗教。特に3から5世紀にかけてサーサーン朝の国境であったとも言われる。マニ教とズルワーン主義は最高神がズルワーンであることや遠征的な人間論が一致しているとされる。メソポタミア神はあまり重要でない部分でマニ教に借用されているとされる。エノク書など旧約聖書が移転を介してギルガメシュ女自死の影響を受けている。 マニキは徹底した二元論的競技を有し、宇宙は光、闇、善、悪、精神、物質のそれぞれ二つの原理の対立に基づいており、光、善、精神と闇、悪、肉体の二項が、それぞれ明確に分けられていた資源の宇宙への回帰と、マニキ独自の救済等を競技の核心としている。この点について、善悪、 生死の対立を根本とするゾロアスター教の二元論よりも、物質、肉体への嫌悪感が非常に強く、禁欲的かつ原世否定的な傾向がある、ギリシア哲学的な二元論の影響が伺える。ミスラとアンティオコス王のレリーフ。ミスラは、イラン神話に登場する、太陽神。ゾロアスター教では契約の神として崇拝された、マニ教の神話では、現象、光の王国に、 光明の父、または偉大なる父が闇の王国に闇の王子がそれぞれ所在し、共存していた。光の王国は光、風、火、水、エーテルが実体で、光明の父は理性、心、知識、思考、理解と翻訳しうるいつの精神作用を持ち、それを手足、また住まいとしていた。しかし、闇の王子はそれを手に入れるために光を犯し、 闇に囚われた光を回復する戦いが開始された。光明の父は、光明の母を呼び出した。光明の母により最初の人、原人、お古水戸が生み出された。原人は、光の五元素を武器に、闇の勢力と戦うが、破れて闇に吸収されてしまう。原人は、闇の底より助けを求めた。光明の父は、光の友と、意外な建設者、生ける霊を呼び出す。 偉大な建設者は、新しい天国を作り、生ける霊は、闇に囚われていた原人を救出し、新しい天国へ連れて行った。原人と共に闇に囚われた光の元素は闇に飲み込まれたままであったが、これは闇の勢力にとって毒であった。一方、生ける霊と、その五人の息子たちは、闇に囚われた光の元素を救うため、闇の勢力に大きな戦争を仕掛けた。そして、 この時倒された闇の悪魔たちの死体から現実の世界が作られた。悪魔から剥ぎ取られた川により重点が作られ、骨は山、排泄物、体は大地となった。巧妙の父は第三の死者を呼び出し、さらに光の乙女、輝くイエス、偉大な心、公正な正義を呼び出す。闇の失聖感ある子には男女の別があるが、男には光の乙女、 女には死体輝く美しい青年の姿で、権限し、射精、流産によって、アルコールが飲み込んだ光の元素を放出させる。放出した精子は、海の居住と植物に、水子は大地に二本足のもの、四本足のもの、飛ぶもの、泳ぐもの、刃うものという五種の動物になった。闇の川では、虜にした光の元素を閉じ込めるため、物質が肉体の形をとって、 すべての男の悪魔を飲み込んで一つの大悪魔を作り、女も同様に大女魔を作った。大悪魔と大女魔は同型の対象、第三の死者を模して、人相はアダムとエヴァを創造した。そのため、アダムは闇の創造物だが大量の光の要素を持ち、その末裔たる人間は闇によって汚れていても、知恵によって内部の光を認識できると説く。対してエヴァは、 光の要素を持ちつつ知恵を与えられず、アルコーンと交接してカインとアベルを生む。嫉妬に駆られたアダムは、エヴァと交わり、セトが生まれて、人の営みが始まるとされる。このように、マニキの神話には、キリスト教現在思想やクノーシス主義の影響が見られる。そして、人間の肉体は闇に汚されていると考えた。一方で、光は地上に飛び散ったために、 植物は光を有しているとみなした。そのため、口述のように再会や再色主義の実践を重視する。また、結婚、成功は子孫を宿すことで、悪である肉体の創造につながる忌避すべき行為と考えられた。また、マニ教は、禁欲主義を主張し、肉体を悪の住みか、霊魂を善の住みかとみなしていることに一つの特徴がある。 マニキ団アダンカンを発見したポール・ペリオ、トンコ光文献をフランスにもたらしたことで知られる。東洋学者のポール・ペリオは中国でマニキ団アダンカンを発見しているが、それによれば、宇宙は三期ワと称される三時期に区分される。発災からまだ天地がなく、明暗の違いがあるのみである。明の性質は知恵、暗の性質は具枚だが、まだ矛盾。 対立は生じていない中再引く案が民を犯し始め、民が訪れては案に入り込んで両者は混合していく。人は、ここにおける、大いなる苦しみのために、目に映ずる形態の世界から逃れようと希望する。そして人は、この世を逃れるには、真偽、光闇を判別し、自ら救われるための機嫌を捕まえなくてはいけない、後在から教育、改心とを得る。これにより、真偽、 光闇はそれぞれ由来の地、根の国に帰る。光は大いなる光に、闇は闇の塊に回帰する以上の内容は、8世紀のテオドレ・バルコーニーによるシリア語文献の内容とも合致する。常実のように、マニは悪から逃れることを解き、そのためには人間の繁殖までをも否定した。ゾロアスター教の教義は、全身アフラマズダーと、 悪神アンラマンユの二神を対立させるが、この善悪二神はそれぞれ精神と物質との両面を含んでいる。しかし、マニキでは光と闇の結合が宇宙を生んだと考えるので、宇宙の創生は究極的には悪の力の作用であると捉え、やがて全宇宙は崩壊すると考える。その時初めて光による救済が起こり、闇からの解放がなされると説くのである。 イスラームにおけるイーサーも三章マニ教ではザラス・シトラ、イエス・キリスト、釈迦はいずれも神の使いとみなされるがイエスに関しては肉体を持たない真のキリストとそれとは対立する十字架にかけられた人の子イエスとを春別する神の子を否定するこのようなイエス感はイスラム教教祖ムハンマドにも継承されイスラム教のキリスト教理解に大きな影響を与えた マニ教のイエス感は様々な像を結んでいる。マニは世界宗教の教祖としては珍しく自ら教典を書き残したが、その多くは散逸した。マニは当時の中東のリンガフランカであった。アラム語の一方ことでの叙述が多かった。マニは教義を万人対象とするために多くの人が理解できる言葉で教典を書き記したと思われる。また彼は速やかに教典を 各地の言語に翻訳させたが、その際、彼は、競技の厳密な訳質より、各地に伝わる在来の信仰、用語を利用して自由に翻訳することを勧めた。場合によっては馴染みやすい信仰への本案すら認め、異民族、遠隔地の不況に功を奏した。マニの著作としては、大福音書、生命の宝、プラグマ定位や、秘儀の書、巨人の書、 書簡などの聖典が断片的に確認されるほか、サーサーアンアサ、第2代の王シャープール一世に捧げた、パフラビー語文献、シャープウラカンが依存している。これらのうち、生命の宝が、シャープウラカンに次いで古いと推定される。他に、賛美歌と祈祷集、マニ自身の手による、宇宙図及びその注釈があり、また、マニの没後 弟子らによってまとめられたマニと弟子たちとの対話集、ケハラヤがあった。マニは人間は物質でありつつ、アダムとエヴァの子孫として大量の光の本質を有する矛盾した存在で、あるととき人間は真理の道に従って知恵を得て、現世救済にあたり、自身の救済されるべき本質を理解して、自らを救済しなければならないと主張した。このような考えに立って、 マニは生存中に自ら教団を組織した。マニ教の教団組織は仏教に習ったと考えられる。マニは教師12人、師教72人、長老360人からなる後継者を2軍の信者に分け、それぞれ守るべき戒律も異なるものとした。仏教における出家信者、僧侶に相当するのが義者であり、聖職者として誤解を守り、厳しい修道に励むことを期待された。 肉食は心と言葉の正常さを保つために禁止され、飲酒も禁じられた。また、殺生に関して動物を殺めることや植物の根を抜くことも禁じられた。そして、メロンキュウリなどの透き通った野菜やブドウなどの果物は光の要素を多く含んでおり、生殖者はこれらをできるだけ多く食べ、光の要素を解放しなければならないとされた。最終的にこれらはマニ教で行われる。 唯一の秘籍と定められた。俗人よりなる聴聞者は、比較的緩やかな生活を許され、重界を守ることを期待された。重界は、ユダヤ教の、モーセの重界に似ており、俗人はそれほど強く戒律を守ることは、求められなかった。聴聞者は結婚して子を設けることが許され、生産活動に従事して、生殖者たちを支えた。聴聞者たちも、いずれは、 選ばれたものになることが期待されていたものと考えられる。以上のようにマニキの教団は正常で道徳的な生活を送り、またそのことによって壮大な宇宙の戦いに参画しているという意識に支えられていた。マニキでは白い衣服を身につけ、五感を抑制することが求められ、通常は1日一食の菜色主義で週に一度は断食した。 洗礼も行われたが、水は用いられなかった。また、1日に4から7回祈祷を捧げ、信者総合では告白の儀式がなされた。講述するマニの殉教は、マニ教最大の祝祭ベーマの祭祀となった。ベーマとはギリシア語で、座を意味する。ベーマの祭礼では、誰も座ることのできない椅子が用意される。この祭礼は、年末に取り行われ、祭り中にマニが、 座の上に降臨すると信じられた。ベーマの祝祭に先立つ1ヶ月間には断食が要求され、これがイスラム教におけるラマダーン月の先駆となったと考えられている。詳細は、マニオ、参照予言者マニ予言者マニは、パルティア貴族の父、パティーク、パルティア王族出身の母、マルヤムのもと、バビロニアで生まれた。マニが4歳の時、パティークの入っていた。 ユダヤ教系キリスト教のグノーシス主義、先例教ダンエルカサイ派に連れて行かれ、ユダヤ教的、グノーシス主義的教養の応逸する環境で成長した。マニが12歳の時、自らの使命を明らかにする神の啓示に初めて接したと言われる。その後、ゾロアスター教、キリスト教、グノーシス主義の影響を受けて、ユダヤ教から独立した宗教を形成していった。 西暦240年頃、マニが24歳の時に再び聖天使、パラクレートスからの啓示を受け、開教したとされる。マニは、各地で、宣教活動を行い、サーサーン朝のシャープール一世宮廷に招聘、徴用されたこれらにより、マニは、サーサーン朝前域とその周囲に伝道して、信者を増やし、教会を組織し、弟子の教育に努め、 ローマ帝国にも宣教師を送った。この布教は大成功を収め、マニ教はエジプトのアレクサンドリアはじめ北アフリカ各地にも伝播した。マニは世界宗教の教祖としては珍しく、自ら教典を書き残したが、その多くは散逸した。シャープール一世に捧げた宗教書、シャープウラカンでは、王とマニとの間の宗教上の相互理解について記述されている。 マニはまた、芸術の才能にも恵まれ、彩色画集の経典をも、自ら表しており、常にその画集を携えて布教したと言われる。そのため、マニは、青年時代、絵師としての訓練を受けたという伝承も生まれている。272年、シャープールが死去し、バハラーム一世の時代になると、マニは、ゾロアスター教神観覧の憎悪にさらされた。七十六年、マニは、 大マグのカルティールに陥れられ、投獄された。マニの最後についてはよくわかっていない。パルティア以来の諸文化交流の一産物である。マニ教は、後に西は北、アフリカイベリア半島から、東はインド、中国に広がった。マニは、教えの真髄の福音伝道を重視し、自ら著述した教典を、格言語に翻訳させ、入信者を得るために、 各地で優勢な宗教の教義に寄せさせた。ゾロアスター教の優勢な地域では、ゾロアスター教の神々、西方ではイエス・キリストの福音を全面に据え、東方では仏陀の悟りを強調して宣教するなど、各地ごとに不協目的で柔軟に、用語、教義を変装させた。この結果、世界宗教へと発展したが、教義の一貫性は保持されなかった。マニ教の拡大間には、 自分の死後に備えて、教会組織を作り上げていた。これは、仏教教団の影響と見る説とエルカサル教団を参考にしているという説がある。また、整然としたマニ教教会組織は、ゾロアスター教神観覧の組織編成に影響を与えた可能性が指摘されている。マニ教教会のヒエラルキーは、以下の通り、マニの出身地バビロニアの伝統に従って、 聖職者の人数は12に倍数が用いられている。マニの死後、デン・サーラールの座をめぐり、教祖の時期でガブリアールとそれ以前に、記録のないスイースインの間で争われた。結局、スイースインがサーラールに就任し、教団本部をサーサーアン・アソの取得手資本からバビロンに移した。スイースインの下で、アラビア半島にも伝行が行われ、アラブ人都市国家ヒーラノー・アムル・イブン・アディーを、 回収させるなど、メソポタミア南部に強戦を伸ばした。286、293年、カルティールに呼び出されたスイスインと3人の長老が処刑されてしまう。このことは、教祖の死に次いで、マニ教団に衝撃を与えることとなり、マニ教の後大祭りのうち、第2と第4がこれにちなんでいた。また、一部のマニ教徒が、ローマ帝国やアラブ人国家に亡命した。 第3代デーンサーラールには、インド伝道を担当していたマニの時期でシハッティが就任した。ちょうど、サーサーアン朝七代目皇帝ナルセ一世の知性と重なり、カルティールの政治力が失われた時期だったため、マニ教にとって比較的安定した時期となった。その後、マニ教の内部資料は途絶えてしまう。4世紀、9代目皇帝シャープール二世と、ゾロアスター新観覧の長、 アーデルバードによっての知性で、マニキョウは再び迫害された。第10代皇帝アルダシール2世に時代には、ゾロアスター教で悪の存在と考えられたアギを踏みつぶす、要住民たちに迫った。マニキ徒とにとっては、すべての生き物は光を内側に秘めた存在なので殺してはならない。これによって、マニキ徒ーとを炙り出し、異端を根絶しようとした。ただしマニキョウは、 聖典の整備という点で、ゾロアスター教に優位に立っていた。ゾロアスター教には、クデン現象しかなく、アベスターの書籍化は6世紀まで待たなければならなかった。また、キリスト教、ユダヤ教でも、特定の書物を聖典として、明確に区分したのは3から4世紀であり、マニ教はこれらの宗教に先立っていた。そのため知的水準の高い人ほど、ゾロアスター教より、 マニ教に魅力を感じ、多くのゾロアスター教徒がマニ教に改修した。そこでマニ教はキリスト教徒の用いていたパフラビー文字を改良してアベスター文字を発明しアベスターを発明した。しかしこれは大昔の交互アベスター語を文字化したものなので、当時の人々にも理解できるようパフレビー語の注釈、残土が執筆された。そしてゾロアスター新官団は マニ教の聖典を出来損ないの残土とみなして攻撃した。528年のマズラク教の乱が鎮圧されると、マニ教への圧力が強まり、多くの教徒が中央アジアに逃れた。マニはアラム語のマニ教教典、大福音書で、キリストによってパラクレートスと呼ばれたのは他でもない彼であり、彼こそは預言者たちの因児である。と述べているが、 7世紀に登場したイスラム教教祖、ムハンマドも預言者の因字を名乗った。また、マニ教の一般信者の5つの義務は、戒律、祈祷、伏せ、断食、残悔であり、ムスリムの義務、五行との類似が指摘される。いずれにしろ、アラビア半島でイスラム教団が結成され、7世紀半ばには、サーサーアンアサを滅ぼした。イスラム教徒の支配は、場当たり的で、 当初のマニ教は迫害されなかったため、多くのマニ教徒が中央アジアから帰還した。クテシフォン本部の比重が再び高まったため、カリーフ・ワリード一世の時代に、デーエン・サーラールのミフルによって、自立していた東方のマニ教会が再び統合された。一方で、権力基盤を失ったゾロアスター教は、求心力が低下し、マニ教に回収する者が相次いだ。 またミフルはムスリムに配慮して、教義を変更したため、信者たちから半端を食らった。次々大のミクラースの時代になると、教会は現実を重視するミフル派と、教祖以来の教えを守るミクラース派に分裂してしまう。この対立は、アフリカから来たアブーヒラール大風鈴なる人物によって調停された750年に、成立したアッパース朝は、マニ教に対して大弾圧を行った。 マニの絵画に唾を吐かせ、鳥を食わせ、マニ教徒だとわかるとその場で斬首したという。10世紀前半には、迫害に耐えられなくなったマニ教教会は、中央アジアのサマルカンドに本部を移し、クテシフォンに300人いたマニ教徒は5人に激減した。マニ教とキリスト教を弾圧したディオクレティアヌス帝政法では、ローマがキリスト教の国教構前に、ローマ帝国全域に、 マニ教信者が増加し、原始キリスト教と並ぶ大勢力となった。ローマ皇帝リオクレティアヌスは、領内のマニ教拡大に不安を覚え、297年にペルシアのスパイとしてマニ教と迫害の直令を発布した4世紀から5世紀のキリスト教教父アウグスティヌスもカルタ語遊学の一時期マニ教を信奉したが、その後改心してキリスト教徒となった。 中世ヨーロッパの代表的な異端語り派について、現世否定的な善悪二言論など、マニ教の影響が指摘される、マニの直機弟子マールアンモートアルサケスケのアルダバーンは、旧パルティアで、宣教活動を行っていたと伝えられている。マニ教は、西アジアからユーラシア大陸の東西に拡大し、ウイグルでも多くの信者を獲得した。交渉湿度のマニ教聖職者国立アジア美術館。 所蔵、白石路館が確認できる。元は、寺院跡にあった、大画面障壁画の一部塔においては694年に、伝来して、マニ教松に教と恩社され、教義からは、民教二宗教との訳語もあった。白石路館の都と言われた東方のマニ教は、慶教元教とともに、三、エビス教三、 エビスデラと呼ばれ、代表的な西方起源の諸宗教の一つとみなされた。不足天は漢字として首都長安に大雲寺を建立した。これには、ウイグルとの関係を良好に保つ意図があったとも言われている。768年、大雲光明寺が建てられ、この後8世紀公用から9世紀諸島に、長江流域の大都市やく陽、大元などの都うにもマニ教寺院が建てられた。 交渉湿度のマニキュア祭祀の絵しかし、843年、唐の武装によって禁教されるに至った。845年に始まった、海将の廃物では、仏教とん、エビス教が禁止され、多くの聖職者、宣教者は減俗させられ、マニキュ像も多くの殉教者を出したことが、唐にあった日本の縁人の日東御法巡礼行記に記されている。海交においては、 八世紀後半の三大ムー、加岩時代に、マニ教が国教とされるほどの流星と、国家的保護を得た。やがて反マニ教勢力の巻き返しにより弾圧されたが、八世紀末から九世紀初頭の七大、懐深加岩によって、再び国教化された。しかしその後、イラン・アフガニスタンに続いて、ウィッグルでもイスラム化が進み、十四世紀後半のティムールによるティムール朝建国以降は、 中央アジアのイスラム化はさらに進行した。三分一周の放乱後の五代十国時代から、うにおいてマニ教は仏教、道教の一派として流布し続けた。歴史小説、水古伝の舞台となった北層の放浪の乱の首謀者放浪はマニ教徒だったとも言われる。マニ教は弾圧の中で呪術的要素を強め、取り締まりに手を焼く権力者から魔教王とまで称された。 関係によるマニキョウ取り締まりはしばしば、港南地方や四川でなされ、その中でマニキョウ信者は、吉才島の輩からとも呼ばれた。宗教に寛容な元朝の下では、民教が復興し、復建省泉州と石膏省運州を中心に、共生を広げた。民教と魅力信仰が集合した白蓮教は、元松に黄金の乱を起こし、その指導者、 主権省が建てた民の国号は民教に由来したとも言われる。しかし、民が安定期に入ると、マニ教は危険視されて弾圧された。15世紀には強制衰退が著しかったが、秘密結社を通じて19世紀末まで受け継がれた。1900年の北進事変の契機となった、排外主義的な検討集団である、義和団なども、そうした秘密結社の一つと言われる。 現存する唯一のマニ教寺院と目される、信仰師の草案マニ教寺仏教に固くされた、女神マニが祀られている。なお、藤原道長、御堂関白記など、日本の古代、中世における日記の愚中歴に日曜日を密と記すのは、マニ教信者が日曜日を聖なる日として断食日に、当てた歴法が日本にまで至ったことの証細であると、言われる。20世紀まで、 マニとマニ教に関する信頼できる情報は少なかった。全近代における利用可能なものとしては以下の資料が知られていた。1904年1905年、中国北西部トルファンでアルベルト・グリュンベーデル率いるドイツの探検隊によりマニ教寺院、写本、壁画などの関連資料が多数発見され、研究が進んだ。トルファンではマニキのイラン語文献が発見され、 交渉では、クレスコ画による、マニ肖像壁画も残っている。1906年以降は上述のポール・ペリオが、トルキスタンを訪れ、マニ教文献含む数多くの文献をフランスにもたらした。1931年、エジプトのリコポリスで、マニ教のパピルス聖コプト語像書が見つかった。この中には、マニの生涯と教義を要約した、ケファライアの一部が含まれている。 1969年、上エジプトで、西暦400年頃に属する、洋ヒ紙に古代ギリシア語で書かれた写本が発見された。それは現在、ドイツのケルン大学に保管され、ケルンのマニ写本と呼ばれる。この写本は、マニの経歴、思想の発展を叙述する、聖人伝で、マニの教義に関する情報と彼自身の書いた、著作の断片を含む。現在では、各国の研究者が、 国際マニキョ学会を結成し、共同研究や情報交換が行われている。漢字によるマニキョ文献、資本、漢軸、尺寸、2 6トル x 1 5 0トル年代、東海元19年、宇宙図、マニキョの宇宙論マニキョの宇宙観は、天十層と第一八層からなり、不況にあたって、経典のほか これを図示した宇宙図及びその注釈も使用していた。宇宙図は散逸していたが、2010年、現代前後に描かれたと見られる宇宙図が日本で発見された。これは、京都大学の文献言語学教授、吉田豊からの調査によるもので、世界で初めてマニキの宇宙図がほぼ完全な形で確認され、極めて貴重な発見として、国際的に高い評価を受けた。 ありがとうございます。